イボン最新号3月号ができました。今月の表紙はじゃーん、わーかわいい。今月はお家に帰ろうのめいちゃんが表紙です。おしゃれだね。え、待って、めいちゃん持ってるリップ、これはもしかして、じゃん、めいちゃんが持ってるのは今月の付録のリップ型ピンクペンなんです。というわけで今月の付録がですね、メイクユーコラボコスメステジョセットということで、付録動画でも紹介するんで、みんなそっちも見てください。さらに今月はもう1点付録があります。じゃじゃん、なんと別冊付録のヒロインがつきます。かわいい、早く読みたい。読み切り3作品が載ってるのでぜひチェックしてね。では今月の扉紹介です。担当はじゃん、浅香のり子先生、吸血鬼とバラ少女。かわいい、ゴシックでおしゃれ、バラから血が出てます。続いて木下ほのか先生、レオと三日月。かわいい、今月はどんな展開なんだろう、楽しみだね。楽しみ、みんなも読んでね。続いて村田真由先生、ハニーレモンソーダ。わー、え、待って、850万部って書いてるよ。やばい、すごいね。続いて坂井真由先生のハローイノセント。トライアングルに新たな進展が。私女の子2人とも好きなんだよね。選べない、選べない。続いて黒崎みのり先生のウイコン。男子2人だね、かっこいい。ヒロインを救えって書いてある。そうだよ、だって先月やばいよね。やばい、続きを早く読んでほしい。次は霞優子先生のお家に帰ろう。春は嵐、恋の乱気流にご注意よ。すごい、急展開のシェアハウスラブだって。続いて春田奈々先生のキスで起こして。パジャマ着てる、部屋着。えなちゃんも素敵ですね。素敵。次は小吉先生のルルテル、ルル魔法学校においでよ。いろんな魔法を使いたくなる。3話目です。続いて佐々木奈央先生の放課後は君の彼女。この身長差がねいいよね、かっこいい。続いて小林幸先生の骨の髄まで愛してね。不節用女子かける2って書いてんだけど、誰誰、もう一人出てきた。さらにさらにコミックス待望の一巻が2月25日発売です。続いて雪村光先生の春雨と恋模様。みゆに訪れる青春いっぱいの夏休み。続いて原作踏川芳乃先生、作画田代美也先生のみゆの名のもとに。早く読みたくてたまらなかったの、先月もやばかったよね。ドキドキの展開です。次は大谷絵先生の君色の恋。見逃せない新展開って書いてある。新展開、次また違う色見えちゃったのかなね。そしてそしてリボンマスコットコミックス君色の恋第2巻が2月25日発売です。次は石川恵美先生の絶叫学級転生長編シリーズ。あ、今月完結なの。やばい、ついに完結だ。やばい。最後は春木春先生の青パン、青谷先輩と私の探偵部活動。え、最終回。そう、このね、デコボコ探偵コンビ最後です。わー寂しい、これは見逃せない、見逃せない。では今月も本書をチェックしていきましょう。じゃじゃーん、リボンヒロインに学ぶ美髪の作り方。正しい髪の洗い方とか乾かし方とかトリートメント方法とかをめっちゃ詳しく紹介してくれてるの。リボン子もこれでヒロインみたいにツヤ髪になります。続いては神尾ジャパンワールドへようこそ。ここ見て、これなんか見覚えない、さこちゃん。さっき見た。そう、じゃじゃーん、この今月の付録のアイライナー風ブルーペンが実は神尾ジャパンさんのメイクユーのシリーズのペンをモチーフにしてるんです。わー、そっくり。このペンを作ってる神尾ジャパンさんの世界をたくさん紹介してるよ。続いてじゃじゃーん、イボンでハッピー、あったか鍋レシピ。美味しそう。この作品をモチーフにしたお鍋があるよ。すごい。ちなみにさとちゃんはどれが食べたい？レモン鍋が美味しそうだけど、うん、キスオコのお鍋がすごい美味しそうねえ。イエメはね、クルブー系鍋がね超映えてるから食べたい。みんなも鍋レシピやってみてね。作ってみてね。続いては映えバレンタインゴテク。バレンタインのラッピング方法を5つ紹介してるの。簡単なのにめっちゃ凝ってて可愛く見えるから今月のバレンタインみんな必見です。続いて卒業式で後悔しない私になるために。そう、これはなんとリボンの編集部の後悔をもとに作りました。
え、みんな後悔してるってこと？そう、みんなが卒業のシーズンにやっておけばよかったっていうことを言ってくれてるの。リボン子はぜひここのやることリスト作って楽しんでね。続いて TikTok スターに会いたい、はい、今月はケンイチロウさんが出てくれました。2022年の1月時点で 1.9 ミリオンフォロワー、すごいね。続いてじゃーん、メルルだー。メルルの虹色スマイルの秘密ということで、ぬくみめるさんにインタビューが実現しました。めっちゃかわいい。かわいい。さらにさらに、じゃーん、大注目の歌い手さん、小学生さんにもなんとインタビューができました。今月はインタビューが大盛りなんで、ぜひぜひ読んでください。次は最新のリボンマスコットコミックスの紹介です。じゃん、吸血鬼とバラ少女9巻、浅香典子先生。ヴァンパイアハンター VS 吸血鬼、因縁の対決気になっちゃうんだろう。続いてウイコン8巻、黒崎みのり先生。初恋も初キスも全部一生君のもの。いや素敵。最後はハローイノセント4巻、坂井真由先生。綺麗、ね、いつものごとく美麗作画で、君を一人にしない、それが俺の人生初のわがまま。深い。以上3冊が1月25日に発売したばかりのリボンマスコットコミックスの最新刊でした。みんなぜひチェックしてね。さてリボン3月号、さとちゃんどうだった？ここにも書いてあるけど、可愛いも大好きも全部盛り、もうほんとその通りだなと思いました。ねえ、ほんとにどう可愛くておしゃれなので、ぜひぜひみんなチェックしてください。チェックしてください。バイバーイ。バイバイ。最新のリボン3月特大号は、理系小説家 VS イケメン俳優のラブバトル勃発、表紙 &40 ページ、かすみん先生のお家に帰ろう。ゴシック×ホラー×ミステリー展開、イギリスを舞台にヒートアップ中。関東カラー43ページ、のりちゃん先生の吸血鬼とバラ少女。ワクワクの新生活、二人きりの